ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはドフラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を休めていた。起きねえな、ルフィのやつ。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃エース、ルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって、俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。いや、事件か。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失ったんだ。それで革命軍に。よく記憶が戻ったな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だったこともな。それでエースのメラメラの実を手に入れるため革命軍全軍に協力してもらって今に至るというわけだ。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？やあ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。